今日はどういきますかね。押し相撲ですが、錦木は、まあ、当然こうまわしを取りに行くでしょうけどね、まあ、相手十分にならないようにね相撲を取りたいところでしょうけどね、うん、どうですか、やりやすい相手とかあまりこう苦手としてない感じ。まあ四つ相撲ですからね、意外と、うん、しっかりと取れそうだ、取れそうな気はしますけどね。ただこう土俵際とかね、その辺を気をつけて。土俵際気をつけてという親方の声が虚しく響いてしまいました。聞こえなかったかな、ここからちょっと上半身で行ってしまった感じですか。そうなんですよ、ちょっとこう引きにね弱くてね、あれついていけるときはこう一気に持っていけるんですけどね。ただ今の決まり手は肩引き込み。まあ勝負どころですか。